皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの武見です。今回は絶対に食べるべき見た目が若くなる食べ物3選と題しまして、科学的に食べるだけで見た目が若くなるという素晴らしい効果を発揮してくれると言われている食べ物たちをね、ガンガン紹介していきたいと思うんです。さて、老化したいよなんていう願いを持っている人はいないですよね。できることならばいつまでも健康でいたい、そして見た目も若々しくありたい。誰もがそう考えているのではないでしょうか。しかし人間である以上、年を取るにつれてだんだんと若い頃よりも体を動かすのがしんどくなっていく、そして肌の張りもなくなり見た目も年を取ってしまうというのは誰にでも起こることであり、仕方がないことでもあります。しかし老化するスピードというのは人によって違うというのも事実です。実年齢よりも非常に若く見える人もいれば、実年齢よりもかなり老けて見える人がいるというのは皆さんもご存知かと思うんです。人によってなぜ老化のスピードが違うのかというと、それには様々な原因が考えられるんですが、私たちが口にするものが大きく影響しているということは疑いようがありません。できれば私たちも実年齢よりも若く見られる側になりたいですよね。というわけで、食べると体の内側から若くなり、そして外側、つまり見た目まで若くなる素晴らしき食べ物たちを今回は紹介していきたいと思うんです。別に俺は見た目を若々しく保つことにそんなに興味ないよと思われる人であっても、見た目を若々しくしてくれる食べ物というのは同時に私たちの健康にとっても良い場合がほとんどですから、あんまり外見に興味がないよという人もぜひとも今回紹介するものを摂取していただければと思うんです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限でエキストラバージンオリーブオイルを摂取せよということ、2限でアボカドを摂取せよということ、3限でトマトを摂取せよということを解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずは1限のエキストラバージンオリーブオイルを摂取せよから解説をスタートしていきましょう。さて、まずはこの有名なものからいこうではありませんか。エキストラバージンオリーブオイルが非常に健康に良いということは皆さんどこかで一度は聞いたことあるかと思うんです。オリーブオイルはオリーブの果実から得られる油のことを指します。日本で一般的に販売されているオリーブオイルはエキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルの2種類があります。そもそも一言でオリーブオイルと言ってもエキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルの2種類があるんだということを知らなかった人が結構いるのではないでしょうか。このように2種類あるんだよというと、じゃあどっちを取ればいいんだよと思われる人が多いかと思いますが、結論から先に申し上げるとエキストラバージンオリーブオイルを選択してください。なぜなら簡単に言ってしまうとエキストラバージンオリーブオイルの方が品質が高いからであります。なぜ品質が高いのかということをね、ここでごちゃごちゃと説明してもいいんですが、少し退屈になってしまいそうですから、エキストラバージンオリーブオイルの方が高品質であるということだけ知っておいていただければ十分かと思います。ですからスーパーなどでオリーブオイルを買うときはしっかりとエキストラバージンオリーブオイルと書かれているものを選択してほしいと思うわけです。これからオリーブオイルのメリットをガンガン紹介していくわけなんですが、それはあくまでもエキストラバージンオリーブオイルの話であって、安いピュアオリーブオイルではその効果が認められていないものもあるんです。さてエキストラバージンオリーブオイルは地球上で最も健康的な脂肪の一つとして有名であり、老化に関連する多くの一般的な病気の予防に役立つということが研究によって示唆されているわけなんです。例えば研究によるとオリーブオイルは血圧を下げ、心臓病のリスクを減らし、メタボリックシンドロームの予防に役立つということが分かっております。その他にも本当にね、このオリーブオイルに関してはいろいろな体にいいというデータが山積みでして、脳卒中のリスクを下げたり、心筋梗塞のリスクを下げたり、心臓発作の発症率を下げたり、糖尿病のリスクを下げてくれたりと、様々な体に良い作用が報告されているんです。いやー、エキ
キストラバージンオリーブオイルの威力すごいですよね。血圧が高いのは良くないよと聞いたことある人多いかと思いますが、エキストラバージンオリーブオイルは血圧を下げてくれる効果もあるんですね。血圧が高いというのは皆さん、血管の老化を示す重要なサインだと言われているんですよ。血管の老化とは、動脈の壁が厚く硬くなり、壁にコレステロールや中性脂肪などが付着し、血管の内腔が狭くなっていくことです。原因の一つは加齢なんですが、高血圧、糖尿病、高脂血症などの病気や、内臓に脂肪がたまる内臓脂肪型の肥満、運動不足、喫煙などの生活習慣も血管が老化する原因であると言われております。そして実は人の第一印象を決め、見た目年齢にも最も影響する見た目の老化は、体内の血管が老化することから始まると言われているんですね。実際に抗加齢皮膚ドックを受診した273人の血管年齢と実年齢の関係を調べたところ、血管が若いほど見た目も若く、血管が老化しているほど見た目も老化しているということが確かめられております。血管と見た目の老化がなんで関係しているのか、簡単に申し上げると、血管が全身の皮膚に必要な栄養や酸素、水分を運び、同時にね、老廃物を回収するという大切な働きを行っているからであります。そりゃね、皮膚が必要としている栄養や酸素や水分をちゃんと届けることができて、そして老廃物もちゃんと回収できた方が、皮膚がいつまでも若々しくいられるというのは納得ですよね。ですから、見た目を老化させたくないよという人は、血管の老化を防いであげることも極めて重要になってくるわけなんです。そこでオリーブオイルですよ。先ほども言った通り、オリーブオイルは血圧を下げてくれるという素晴らしい効果を持っていますから、血管の老化を防いでくれます。ある研究では、高血圧に悩む23人の男女にオリーブオイルを飲んでもらったところ、6ヶ月後には大半の数値が大幅に下がったということが確認されております。いや、オリーブオイルというのはやっぱりすごいですよね。その他にもエキストラバージンオリーブオイルは単に健康に良いだけではなく、外見を若々しく保ってくれることにも役立つということが報告されているわけなんです。ある研究によると、エキストラバージンオリーブオイルは皮膚に対して強力な抗炎症効果を持ち、紫外線の影響から私たちの皮膚を守ってくれるんだということも示唆されているんです。さらにオリーブオイルの 73% 近くが一価不飽和脂肪で構成されており、このことが肌の弾力性と張りに役立つということも分かっております。さて、少し長々と熱くね、オリーブオイルについて語ってしまいました。とにかくオリーブオイルというのは見た目を若々しく保ってくれ、さらには健康にも良いという素晴らしいものであるということがご理解いただけたと思いますから、ぜひとも積極的に摂取してみてはいかがでしょうか。その際はエキストラバージンオリーブオイルをチョイスすることをお忘れなくお願いします。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、エキストラバージンオリーブオイルは地球上で最も健康的な脂肪の一つとして有名であり、老化に関連する多くの一般的な病気の予防に役立つ。例えば血圧を下げ、心臓病のリスクを減らし、メタボリックシンドロームの予防に役立ち、脳卒中のリスクを下げ、心筋梗塞のリスクを下げ、心臓発作の発症率を下げ、糖尿病のリスクを下げたりと、様々な体に良い作用が報告されている。ポイント2、またエキストラバージンオリーブオイルは血管を若く保ち、効率的に肌に栄養を届けることに貢献する。さらには肌のツヤや張りに効果的で、見た目を若々しく保ってくれる。それでは次、2限でアボカドを摂取せよということを解説していきたいと思うんです。さてさて、次にご紹介する見た目が若くなる食べ物はアボカドであります。皆さんはアボカドにどのようなイメージを持っているでしょうか。アボカドが健康に良いというイメージを持っていたでしょうか。実はアボカドはね、世界一栄養価が高い果物としてギネス認定されるぐらい極めて栄養価が高く、栄養満点のスーパーフードであると言われているんです。例えばカリウム、B
ビタミン E、食物繊維など様々な素晴らしい栄養を含んでいるんです。そして皆さんはアボカドがね、森のバターであると言われているのを聞いたことがあるでしょうか。森のバターと言われるほどですから、その名の通りアボカドには多くの有益な脂質が含まれております。食べたことがある人ならわかると思うんですが、本当にねバターのように脂質がたっぷりとアボカドには含まれておりますよね。そしてこの脂質が体にとても良いと言われているわけなんです。アボカドに含まれている脂質は具体的に言うとオレイン酸と言われるもので、このオレイン酸には悪玉コレステロールを抑え、高血圧や動脈硬化を防ぐ働きのほか、美肌効果など若返りに強力な効果を発揮してくれると言われているわけなんです。さらにアボカドにはポリヒドロキシル化脂肪アルコールと呼ばれる独特の化合物が含まれているんですね。これは炎症を減らしてくれる上に、紫外線の悪影響から私たちの肌を守ってくれ、ダメージを受けた DNA を修復するのに役立つという素晴らしい効果を持っているんだということが研究によって分かっているわけなんです。またアボカドには抗酸化物質であるルテインとゼアキサンチンも含まれており、皮膚と DNA を守ってくれる効果もあるんです。いやいや、アボカドは非常に素晴らしいですよね。栄養満点である上に肌にも良く、見た目も若々しく保ってくれるという素晴らしい効果を持っているわけなんです。しかもスーパーなどで簡単に手に入りますよね。そしてお値段もそんなに高くないですよね。ですからぜひ日常的にアボカドを摂取してほしいと思うわけです。そして嬉しいことに、アボカドはまあ人にもよると思いますが結構美味しいですから、例えばサラダに加えたりパスタに加えたりして食べてみてほしいんです。またお酒を飲む人はおつまみとしてもアボカドは大活躍してくれますから、お酒のおつまみにぜひいかがでしょうか。個人的にはサラダに加えるのが一番手っ取り早くて食べやすいと感じております。そして言うまでもなく、野菜もね健康や美容にいいですよね。野菜は非常に栄養が豊富でカロリーが非常に低いという優れものなんです。そして多くの野菜にはベータカロチンのようなカロテノイドも多く含まれております。これらは肌の老化につながる紫外線の悪影響やフリーラジカルと言われる悪いやつから私たちを守ってくれると言われています。さらに多くの野菜にはコラーゲンの生成に重要で強力な抗酸化作用を持つビタミン C も豊富に含まれております。ある研究では、研究者は700人以上の日本人女性の弾力性といった肌の質を測定したんです。その結果、緑と黄色の野菜を多く食べた人はシワが少ないということも分かっております。まあね、野菜は健康にも美容にもいいという極めて当たり前のことをもう一度説明させていただきました。ですからぜひサラダにアボカドを加えていただいて、もりもりとアボカドサラダを食べてくださいませ。野菜とアボカド両方の素晴らしき効果によって健康的に若々しく生きていきましょう。それでは議論の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。アボカドは世界一栄養価が高い果物としてギネス認定されるぐらい極めて栄養価が高く、栄養満点のスーパーフードである。カリウム、ビタミン E、食物繊維、オレイン酸、ポリヒドロキシル化脂肪アルコール、ルテイン、ゼアキサンチンなど健康と美容に良い栄養素がたっぷりと含まれている。それでは次3限のトマトを摂取せよということを解説していきたいと思います。さて最後はね、私たちにとって非常に馴染みのあるトマトについて解説していきたいと思うんです。皆さんはトマトが体に良いなんていうことはなんとなく知っているかと思います。ではなぜトマトは体に良いと思いますか。このように聞かれると、少し食の知識がある人ならばトマトに含まれるリコピンが体にいいんだよとお答えなさるかもしれません。正解でございます。
トマトの赤い色素であるリコピンに抗酸化作用があり、生活習慣病の改善を促すとして現在注目を浴びております。このリコピンは老化や生活習慣病の原因となる活性酸素を取り除く働きをしてくれると言われております。老化の原因となる活性酸素を取り除いてくれるんだから、当然トマトを食べれば若々しくいられるということになりますよね。そしてトマトに含まれる栄養素はリコピンだけではありません。トマトには抗酸化作用のある β カロテンやビタミン C などの栄養素が多く含まれ、極めて健康的な食品として有名なんです。ビタミン C と言われると、ああビタミン C って確か美容にいいんだよねと想像される人も結構いるかもしれませんね。実際にその通りで、ビタミン C は私たちの肌にとても良い影響を与えてくれるということが分かっているわけなんです。一般的にビタミン C はシミやくすみの原因となるメラニンを作らせないように働きかけてくれたり、あるいはコラーゲンの産生を促してくれたり、シミやシワを改善してくれたり、特に紫外線に関係する光老化の予防及び改善効果を示すことが報告されております。またビタミン C は肌のコラーゲンを合成し、肌のダメージを与える活性酸素を抑えてくれますから、肌荒れを防ぐという効果もあります。さらにメラニン色素の沈着を防ぎますから、シミやそばかすを防いでくれる他に、ニキビやニキビ跡も改善することができるそうです。このようにビタミン C は私たちの肌にとても良い影響を与えてくれるわけなんですね。そしてこのビタミン C がたっぷり含まれているのが今回ご説明しているトマトなんです。ある医療サイトが医師を対象に行ったアンケート調査によると、医師が健康のために積極的に食べている食品の第1位がこのトマト、2位はヨーグルト、3位は納豆だったということが分かっております。その他にもトマトの効果として酸化 LDL という血管を傷つける超悪いものを減らしてくれる効果だったり、慢性炎症を抑えてくれる効果だったり、心不全のリスクを低下させてくれるという効果が報告されております。いやいや、非常に素晴らしいですよね。トマトは簡単に手に入りますし、トマトソースなども様々な料理に利用することができますから、ぜひともトマトを摂取していただきたいと思うんです。またね、別の研究によると、トマトは有害な紫外線から私たちの肌を守ってくれるということも分かっております。さらにさらに別の研究では、リコピンと他の植物性抗酸化物質を多く含む食品の混合物を食べた女性は15週間後にシワが減ったということも分かっているんです。さていかがでしょうか。ここまでね、ガンガントマトのメリットを解説させていただきました。ここまでの説明を聞いてもらえれば分かるように、トマトというのは健康にもよろしいですし、肌にもよろしいし、美容にもよろしいということで、ぜひとも摂取していただきたい食品になるわけです。あまりにもね、トマトというのは身近にありますから、今までそんなに重要視してこなかったよという人もね、いるかもしれませんが、ぜひもう一度トマトの凄さを見直して、トマトを積極的に食べてほしいと思うんです。では最後にトマトを摂取する時のコツを一つご紹介しておきましょうか。それはオリーブオイルなどの健康的な脂肪を使ってトマトを調理することであります。オリーブオイルなどの健康的な脂肪を使ってトマトを調理すると、リコピンの体内への吸収が大幅に促進されるということが分かっているからなんです。そしてオリーブオイルというのは、一元で解説させていただいたようにとても健康に良いですから、ぜひトマトとオリーブオイルを同時に摂取してみてはいかがでしょうか。それでは3元の内容をここら辺でまとめておきましょう。ポイント1、トマトの赤い色素であるリコピンには抗酸化作用があり、老化や生活習慣病の原因となる活性酸素を取り除く働きをしてくれる。またトマトには抗酸化作用のある β カロテンやビタミン C などの栄養素が多く含まれ、医者が健康のために食べている食品の1位に君臨している。
ポイント2、酸化 LDL を減らす、慢性炎症を抑える、心不全のリスクを減らすという効果がトマトにはある。オリーブオイルと一緒に食べると効果的である。それでは本日のハイライトに行きましょうか。本日は絶対に食べるべき見た目が若くなる食べ物3選ということで、1限でエキストラバージンオリーブオイルを摂取せよということ、2限でアボカドを摂取せよということ、3限でトマトを摂取せよということを解説させていただきました。さていかがでしたでしょうか皆様。本日は絶対に食べるべき見た目が若くなる食べ物3選として、かなり有名なものをね中心にご紹介させていただきました。どれも簡単に手に入り今日から食べられるものばかりだと思いますから、今回の説明を聞いておーおーなるほどと、確かにこれは良さそうであると納得していただけましたら、ぜひとも日常生活の中に取り入れていってほしいと思うんです。本日の動画が少しでも皆様の健康に役立てばとても嬉しく思います。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。